アマゾンズ日本丸秋の絶景クルーズ小豆島寒華系の旅レポートでございます。はい、皆さんごきげんようちょっとお言葉遣いも変わっちゃってね。そうですね、クルーズ帰りなもんで、はい、アマゾンズがね、この度あれですよ、11月の、27から29日にかけてですね、2泊3日のクルーズの、お仕事をいただきまして、はい、でお船の上でね、ライブをやらせていただきました。いや楽しかったです、うん、楽しかったですね。もう船内は本当にウキウキのもうね、楽しさが7階建てのね、お船で、うん、8階に デッキがあってね、デッキがあってね、うんうん、結構広いんですよ、うん、船内だから、そこにね、いろんなレストランもいろんな各種あったり、そのレクレーションする場所がいろいろあったり、バーがあったり ね、うんうん、なんかすごい、なんかこう乗ってこう案内していただくだけでワクワクするような場所でしたけども、はい、で乗船した1日目は私たちライブが夜2本ありまして、うん、ね、2回ありまして、2回公演、はい、でアマゾンズがね、この度出演するっていうので、そのクルーズに参加してくださった方が本当に私たちのちょっと思いのほか、皆さん手を挙げていただいたらたくさんいらして、本当にありがとうございました。嬉しかった、ね、嬉しかったね、びっくりしたね、うんうん、すごくだからね、きっとだからもうご存じないクルーズ好きのね、うんうん、方たちがショーを見にほとんど見に来てくださるんだと思ってたんで、なんか、あ、なんかこう強い味方が客席にいるみたいな感じでね、うんうん、非常に嬉しかったです、うん、でしかもね、会場はコロナ対策で一応こうソーシャルディスタンスのこう席の設定なんですけど、うん、一応2階ともね、いっぱいにこうなってて、はいね、うん、そう、1階席と2階席にもあるのね、うんうん、そうそう、そこも結構いっぱいお客さん ね来てくださって、で私たちはね、うん、この円形半円形のステージで、うん、あれですよ、アクリル板に囲まれて、うん、そうです、はい、飛沫対策で、ね、横にもありましたね、もう完全隔離状態で ね、うん、素晴らしい万全な、ね、コロナ対策の状態でやっててね、うん、ああこれぐらいだ、ね、してあればもう本当に安心ですねっていう状態です、うん、ね、皆さんちゃんとね、船内でもマスクしてるし、うん、そうそうそう、食事の時もご家族以外は ご家族は一つのテーブルでいいんだけど、うん、そうじゃない人たちはこう対角線上にね、うん、座ったりとかして、うん、なんかもう万全でしたね、万全でしたね、うん、それでもうね、翌日から私たち2日目3日目はオフだったんですね、うん、で廊下とかでね、いろいろこううろうろ船の中探索して歩いてたりなんかするとね、いろんな方に声かけていただいて、ステージ見ましたよなんつって、うん、素晴らしかったわ、初めて見たんだけれども、もうファンになりましたなんてたくさんで嬉しい言葉かけていただいて、あれも船ならではですね、ね、本当だよね、その後もずっと一緒にいるからね、うんうんうん、そうなのでね、好評で本当にほっと肩の荷を下ろして、で、まあ、私たちはもうあとはもう船の旅を満喫ですよ、はい、でね、もう朝のご飯、お昼のご飯、夜のご飯、もうね、本当にね、もうお腹いっぱいって言ってるとご飯の時間、お腹いっぱいって言ってるとご飯の時間って言ってね、もう本当にね食べてばっかり、間でおやつもありましたからね、間に美味しいおやつもありましたよ、はい、うん、はい、もう本当ね、それがだからね、全部インクルーズですから、お客様はね、だから本当に決まったメニューですけど、そこで出てくるわけですよ。まあそれがね、本当楽しみでもありましたけど、よく食べました。そしてその隙間隙間にやっぱり船は何が素敵って、やっぱり景色なんですね。そうね、なんか海しか見えないのかなとかって思ってたけどね、うん、そうじゃなかったね、なかった、これがまたね、うん、アマゾンズが持ってるねっていう、持ってたねあれは、そう、はい、本当よ、これはね、まず2日目に私たち船の中をね、こう探索するにあたって撮影をしようと、素材をね、あちこちで撮ってたんですよ。それでなんかちょっとパラパラさ、うん、そう、雨がね、うん、なんかすごくお天気がいい日だったんだけど、うん、ちょっとパラパラ、なんかあれ雨降ってるなんてね、ちょっと天気雨だね、そうそうそう、うん、まあまあまあなんて言いながらね、うん、撮ってたんですよ、うん、そしたらなんと虹がねしかも海の中からビューンって言って、海の中、そう、あんなに近い、そう、すぐそこにいるの、
すごかったね、うんうん、すぐそこにかかってるね、こう波の上にかかっている虹なんて見たことなかったですよ、はい、私も初めて、いや私たちのために出てきてくれた虹みたいなもんですよね。いなかったもんね、私たち、ね、私たちほら小豆島に降りられなかったけど、うんうん、そうそう、あれ降りてたら見えてない、うん、じゃないですか、ね、うん、もうね、だからなんかめっちゃラッキーだったと思います。思ってたんですよ。本当なんかいいことありそうな気がするでしょ、ね、なんか3人でほら、ね、ハワイとかでさ、うん、いろんな虹見てきたけど、うん、なんか本当に特別な虹だったよね。本当だよね、うん、なんか35周年をあれですかね、うん、お祝いしてくれたんですかね。やだー、橋渡し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 、はい、それでね、その後はね、今度ね、夕方ぐらいになって私たちね、うん、もうなんてことない、なんかちょっとご飯の前にバーでも行く、うん、なんつってね、あの船の先頭のところからね、こう進行方向の海がバーッと見えるバーに行ったんですよ、たまたまよ、特等席ね、ね、そう、たまたま行って、あの一組目のお客さんだったから一番窓際のいいところに座らせてもらって、うーんなんつってお酒飲んでたら、そしたらあの船長の放送があって、もうすぐ6時になったら、なんだっけ、明石海峡大橋というところの、うん、その橋をくぐるんだけれども、それが6時になったら、レインボーに、ね、あの遠くに見えてる今は緑ブルーみたいなこう一色なんですけど、それ6時になったらレインボーに変わります、5分間だけっていうのにね、またこれ遭遇しちゃうんだな、そうね、ね、うん、でそれで慌ててね、いっぱいお客さん入ってきたもんね、バーに、うんうん、急に混んだよね、うんうん、だから私たちでも特等席だから、もう席からもうバッチリ見えてそれも体験できたじゃないですか、はい、でもうちょそのしばらくもうちょっとバーにこうやってゆっくりしてたら、また船長の放送があって、今度はね、これ初体験でしたけど、パシフィックプリンセスっていう、うん、やっぱりクルーズのね有名な船が、あのもうすぐこう近くにやってきますと、うん、でそれで今日はランデブーを行うことになりましたって、何かそれ聞いただけでちょっと素敵な感じだもんね、そうね、ランデブーなんかランデブーどういうこと、ランデブー何すんのかしらみたいなでね、で近づいてきたんですよ、そしたらみんななんとなくそのデッキにね、みんな出ていくの、うん、あの船に慣れた方たちがで一緒についていって、で向こうからこうきらびやかな、ね、こう照明で飾られた船がわーっとこうすれ違うんですよ、うん、ですれ違いざまに両方の船が代わりパンクにボー、奇跡ですね、ボー、奇跡ですね、ボー、奇跡ですよ、本当に奇跡ですでね、ボーそのね、奇跡でこう挨拶するのそうです、ボーってね、これがランデブーなんだねお互いのなんか船のね、あの乗客の人たちがこうあのスマホのね、うん、あの明かりでね、デッキからこうやってテーブルでこうやってわーって、うん、それでどん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 すれ違ってで去っていっちゃうんだけど、めっちゃロマンティックだったね、そう、いや素敵でした ね、 ね、素敵でした、うん、本当にね、それだからそのバーに行ってなかったらなかなかね、あんな素敵な席に見られなかったと思ったら、持ってるでしょ、ね、私たち結構それからあれですよね、帰るまであのバーに結構入り浸ってましたよねあんなかんだ言って一番いい席取ろう、はい、結局ね、うん、そう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 、そう美味しいとこ持っていくんですよ、うん、そう、そして翌日ね、翌日はもうね、あの夕方には横浜港に着くっていう予定だったんですけど、うん、そうすると今度、お昼ぐらいから伊豆七島の近くを通るんでね、そうですね、そういうことでね、風強かったけどものすごい強風で多分3日間の中で一番寒いそうだね、うん、風強かったけど、うんうん、ね、であのこの式根島でしたっけ、式根島、式根島、式根島からこう新島にがこっち側にこうやって見えるんですけど、その新島のなんてこうなんて言うんですか、あれあなたのね、こう壁面っていうか、そう、うん、あれがねとにかく真っ白なわけ、もう雪が降ってみたいな、うん、雪って本当に思ったよね、うん、もう真っ白で、もうとにかくもうそれでダイナミックなわけ、ものすごく大きな島だから、うん、でそしたらそのやっぱり船長さんからね、うん、あの船内のアナウンスが入って、うん、方言でママ、ママ、うん、そうママという、うん、火山灰、火山灰、火山灰の真っ白な火山灰、真っ白な火山灰なんだって、きっと写真で見てると思いますけど、もうとにかく本当に綺麗で、そこもね、うん、ゆっくり通ってくれたんだよね、そうゆっくり通ってくれて、うん、
いやもう本当にあの高橋さんがさ、うん、ここは外国みたいスコットランドだけどスコットランドとかあとはすごいギリシャとか言ってましたけど行ったことあるとかあったらして、うん、行ったことないって言ってましたでもねそれぐらい本当に綺麗だった海外っていうかね、うん、なんか日本じゃないみたいな、うん、で新島があんな色してるっていうのを初めて知ったっていう、ね、そうでね海の色もすごい綺麗だったの、うん、そう多分ちょっとね浅いところがあって、うん、なんか本当にコバルトブルーっていうのもう綺麗なブルーで、うん、そうだから本当にこう船の中から見ないとあの景色はきっと見れないだと思うんですよね。そうそうね、そう裏側の方に、住んでる方もいるんですとかいろんな放送で船長さんが説明してましたけどね、うん、そうだから船から見えるオンリーのね景色がいよいよ見られて、うん、本当にあの、うんうんうん、心がねリフレッシュします、うん、なんかちょっとあれだよね本当にウキウキしてちょっと子供みたいな ね、 なんかねみんなね、うん、ねすごくいい時間綺麗とか、うん、ねなんかわあ風がとか、うん、なんかそういうなんか自然に触れる。で横浜に着いて、うん、やっぱ船から街並みを見るのも初めてじゃない感じ。そうだね船から ね、 ね港未来、うんうん、こんな感じなんだみたいな、ねうん、本当にね心がねこうなんか心と体がこう軽くなった感じがして帰ってこられて、はい、あれはねハマる方がいるのがよくわかります。よくわかりました、うんうんねうん、でまた私たちもね機会があったらねまたこう乗れるといいななんて思っている、日本丸秋の絶景クルーズ小豆島感化系の旅のレポートでございました素晴らしい、はい、素晴らしいじゃあまた次回この番組でお目にかかれることを楽しみにこの番組で、はい、旅レポート、ね、旅レポートね、クルーズ旅レポート、はい、旅レポートでお会いできることを楽しみに、はい、ではバイバイ、ごきげんよう、さようなら、ごきげんよう。秋の絶景クルーズ小豆島感化系の旅。